乾杯。うまいレモンサワー。今日はね、これ全部塩。塩味なの。あ、そうなの。うん。で、なんとなんと豆腐を使ってしまいました。おお、うまそう。しかも簡単なの、レンジでチン。あ、ほんと。うん。で、今回は使ったのは、越前塩。こだわりの天然越前塩。こだわり、どういうことね。だから日本酒買ってくればよかった。塩って言えば、美味しい塩って言えばさ、日本酒やん。うん。もうさ、天然の塩ってさ、ちょっとお高いじゃん。値段はね。うん。でも、その天然塩特有の甘さとか、うまさとか、まろやかさを感じられる。うん、だからこれ、使ってる今。これがさ、ただ平釜で煮詰めていくだけじゃなくて、うん、手塩にかけて完成させてるから、ミネラル成分もバランスもよく含まれてるんだって。手塩？まさに手塩。そうよ。二人の職人がコツコツ手塩をかけて丁寧に作ってますって。ちょっと待って。二人で作ってるの？すごいね。もうなんかさ、おむすび、塩むすびとか食べたことある。この間さ、行った居酒屋さんさ、はい、レモンサワーのさ、このさ、縁にさ、塩の乗ってたやん。うん。ちょっと、何が塩って。うまい。うましい。うまい。まず、豆腐食べよう。うん。うまーい。めっちゃうまい。自分で作る豆腐ってこんなに美味しいの？めっちゃうまいね。美味しいよね。素材の味っていけちゃうよ、これ。うん、醤油ってあんまりかけなくても美味しい。うん。うん。うん。パパ、もう食べちゃったの？いや。これ、うまいわ。ちょっと、新玉食べよう、新玉。え？甘っ。これは、シンプルに塩とオリーブオイルが成果よ。なんかまさに素材の味を引き立ててるの。めっちゃ甘いね。甘いの。ちくわにベーコン入れて。間違いないやつでしょ。うん、美味しいよ。めっちゃお弁当の数にいい。うん。ね。あ、うまっ。焼き鳥といえば塩だよ。七味が合う、そして。あ、七味かもしれない。シンピルだって。シンピルシンプルだから。味が塩だから。あ、シンピルだね。七味がめっちゃ合う。うん、うまい。おいしいじゃない。うまい。あれ？あの、調味料入ってないな、あの、化学的なやつ。入れてない。塩とお酒。おにぎりだ。おにぎりだ。あ、待って。ご飯炊くの忘れた。はぁ？なんでジャパネット高田みたいな。おにぎりは？おにぎりは、また今度。え？だって忘れちゃったもん。え？スイッチを押し忘れてる。ほう。主婦あるある。そらねえだろ。主婦あるあるだよ。ごめんね。